集中と統一、集中と統一、カム、イプシロン CIUNIO、チャワ1978年に設立され2015年に解体したカタルーニャ民族主義を掲げる、スペインカタルーニャ州の政党連合。リベラリズムと、中道主義理念を主張するカタルーニャ民主集中と、キリスト教民主主義理念を基盤とする、カタルーニャ民主連合によって構成された。 集中と統一は1980年から2003年にかけてジョルディップジョル州首相のもとカタルニア州政府を動かしてきた。そのうち1984年、1988年、1992年からの3期は衆議会において絶対多数で、1980年、1985年、1999年、2003年からの4期は、 議会第一党であった。しかし、1999年と2003年は、議席数では、茶が第一党であったものの得票数では、カタルーニャ社会主義者党、PSC が最多数を獲得した。この間茶は、プジョルは、自治州よりなる、スペイン国家建設のキーパーソンの一人であったの、アドルフォ・スワレス政権から、1993年の、スペイン社会労働党、 そのフェリーペ・コンサース政権、1996年の総選挙での国民党、PP の勝利の後のホセ・マリア・アスナール、少数単独政権、参照。この時の協定では、カタルーニャ議会においてのカタルーニャ国民党の支持と引き換えで頭で、マドリードのスペイン中央政府に協力的な態度を示していた。 この時期の党の戦略に対応した、プジョルの自治についての見解は次のようなものであった。2001年、プジョルの後継者に選出された、つまり、自治州政府主犯の職責を負った、アルトゥールマスは徐々に、政党連合内で、その指導力を増していった。この使命は例えばドックの党首であるドゥラン・イリエイダなど、他の人々もその地位を望むようになるなど、ナ内の危機を広げていった。 23年間政権与党として、カタルーニャの政治を牽引してきた CDC にとって2003年の選挙は、カタルーニャ社会主義者党、PSC、カタルーニャ共和主義左翼、ARC、カタルーニャ緑のためのイニシアティブイコールアスケラ、ウニーダイアルタルナティーバ、アイクフェウイアの3党による、連合体による、カタルーニャ3党連立政権を誕生させるという最悪の結果とった。 そして2006年の選挙においても、このことは繰り返された。第一次参党連立政権期に3%問題が表面化し、当時のは衆議会での討議で次のように主張した。このことは一大騒動を巻き起こしたが、最終的に、マラガイは新自治検証案に対する茶の指示を失わないためにその問題についての非難の矛先を、 納めることを余儀なくされ、同憲章は最終的に2006年に可決された。2010年11月28日衆議会選挙で茶は大躍進し、議席の46%、62議席を獲得、実州政権に返り咲いた。経済そしてマドリード中央政府との関係の悪化の中、マスト CDC の他の指導者は、カタルーニャの自決権へ向けて、 CDC の独立主義へと大きく舵を取った。いくつかの資料によるとこの政策の展開には、汚職や不正資金問題などの多くのスキャンダルから目をそらせる意図があり、茶はそこに関与しているとされた。多くの市民が参加した歴史的な2012年9月11日の独立デモ後の9月25日、アルテュールマスは、カタルーニャのための税制協定の取りまとめの失敗の後、 スペイン首相、マリアーノ・ラホイトの段において、協定締結に至らなかった、独立への環境整備としての選挙の実施のため、まだ任期を2年残している、衆議会を解散、前倒しして、選挙を11月25日に行うことを発表した。選挙結果は前回選挙を12議席下回る50、議席の獲得で、カタルーニャ独立の唯一の占領者となるというャの、作戦は、 失敗に終わった。アルトゥールマスは9月27日の選挙前の混乱。騒動を煽動した罪に問われ、逮捕されるのではという噂が駆け巡った。そして、ジョルディップジョルの資産形成に関わる事件への関与が取りすなされた。ドックの執行部と CDC の代表をアルトゥールマスの独立のためのプロセスに対する考え方の違いが2015年6月14日の ドックの党員協議会で表面化した。そこでは、もしドックが独立プロセスに関わり続けるのなら、一定の条件が必要であるとされ、一方的な独立宣言は、法的に違反するものではない、そして、憲法制定プロセスを進めるべきであると述べれた。しかし CDC、ARC、そしてその他の機関が合意し署名した、肯定表は、それとは逆のものであった。 ドックの党員たちは50.9%で党執行部の決定を指示した。その後、ドックと CDC の執行部間で会談が持たれ、CDC はドックに対して独立肯定表に加わるのか加わらないのかについてに3日以内に決定を求める内容の最後通告を突きつけた。6月17日水曜ドックの州政府閣僚委員会の後、 同党より選出されていた3人のカタルーニャ自治政府閣僚が辞任、政権を離脱した。ただし任期中、2016年までは、衆議会、CDC との会派は維持すとした。同日夜 CDC の全国執行委員会は、緊急会合を開き、翌日記者会見でドックと CDC は、次期衆議会選挙において共闘しての参加をしない、ことと、政党連合。 チャプロジェクトが終わったことを発表し、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。